トンカツ、カズユキ、カズユキ商事株式会社は、神奈川県川崎市幸区に本社を置き、外食関連事業を運営する小売業者である。トンカツ、カズユキの称号で、トンカツ店チェーンを運営するほか、横浜市でフレンチレストランほかを経営する株式会社アルテリーベを関連会社に持つ。カズユキの由来は、創業者に知非制、カズトラのペンネームに知非制、 カズオのワトスキア橋シ,ショッピングセンター内にあったパーラー、ステーションパーラーの共同経営者だった名はユキオの子を合わせたもの。なお、カズユキの名称を掲げて、トンカツ店のチェーンを展開する会社が別に2社存在しており、混同されやすい。1958年にトンカツカズユキ1号店を開店した。2018年4月1日時点では、 子会社の東方事業、和ずフーズと共に、以下業態で24都道府県、または海外に277店舗を展開している。和ず商事が展開する業態、東方事業が展開する業態、和ずフ,フーズが展開する業態店舗詳細については公式サイトの店舗検索を参照のこと。2013年11月29日、恵みていや銀座店。 めぐみ高島屋ショッピングセンター二子玉川店、勝工房、和幸鶴ヶ島店、勝工房、和幸あゆみが、岡店にて、食材が不足した際に一度客に提供したキャベツや、お信仰別の器に再度盛り付けて、再使用していたことを明らかにした。再使用を行った店舗は、以下の通りである。同じ、 和ずゆという名前のついたとんかつチェーンの店が別会社で3つ存在する。1社目は、和ずゆの店名で展開する、和ずゆ商事株式会社。2社目は、和ずゆの由来ともなっているパーラーの共同経営者の一人、名はゆきが立ち上げた、とんかつ、和ずゆの店名で展開する共和株式会社。3社目は、 共和の元役員が独立して立ち上げた稲葉と、ん、かつ、和幸の店名で展開する、和幸株式会社である。三社が、いずれも店名に、和幸を掲げているため、客に、同じ会社が運営していると、勘違いされやすい。和幸も、参照のこと、ありがとうございます。